いらっしゃいどうもこんばんは、眠り屋のライ麦です。今回は眠り屋の眠くなる睡眠研究部ということで、科学雑誌や研究論文をもとにしまして、一本の動画で睡眠について知ることができたり、実際に眠ることもできる一石二鳥の動画となっております。科学雑誌、研究論文なんかそういう風に聞くとね、まあ、身構えちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、かなりね、私、噛み砕いて、もうめちゃくちゃ噛み砕いて、もう柔らかく柔らかくしてね、起きましたので、まあ、そこはね、ご安心ください。まあ、画面を見ながらね、今画面にこう資料をね、表示しているんですけれども、まあこれを見ながら、しっかりと学んでいただいても構いませんし、最初にチラッと見てね、まあ音だけ聞いて、まあ眠りについていただいても構いません。まあ基本的には聞くだけでもね、十分わかるようにできております。はい。全体の流れとしましては、まあ最初の10分程度、まあ、睡眠について一緒に学んでいきまして、まあ、その後の30分はリラックスタイムとして睡眠の誘導音声や音楽を流していきます。この時間はね、ぜひね、音だけで聞いてみてください。まあ、前半はスマホ見ながらでもいいんですけれども、まあ、後半はね、ぜひスマホを伏せて、聞いてみてください。まあ、その辺の理由もね、ちょっとお話をしていきます。で、全体を通してですね、私もかなりリラックスして、お話をしていきますので、今、アロマなんかもね、耐えちゃってます。はい。もう、バチッとね、授業しますみたいな感じじゃなくて、ラジオっぽい感じで、お話をしていきますので、皆さんもね、のんびり、睡眠について知れるのか、というふうに思いながら、聞いていただければな、というふうに思います。それではね、まあ、初回ということで、今回はね、画面の右上にも書いたんですけれども、快眠のための教科書、ページ1、ね、理想の睡眠サイクルと書いてありますけどもね、まあ、睡眠サイクルと言われているものについてお話をしていきたいと思います。はい。それではね、早速参りましょう。ね、皆さん、睡眠サイクルっていう風に聞いたときにですね、思い浮かべる言葉がありますでしょうか。まあ、例えばね、レム睡眠とか、ノンレム睡眠とか、なんかこういう言葉はね、なんとなくどっかで聞いたことあるかもなーっていう方もいらっしゃるかもしれません。ね。でもこれ、なんとなく聞いたことあるけど、なんかどっちかがどっちかで、どっちかが浅くてどっちかが深かったかな、みたいな。どういう意味だっけな、みたいなね。うん、そういう方もね、多いと思います。僕がそうだったんですけどもね。まあその辺はね、正直覚える必要はないかなと思います。その名前とかね、どっちがどっちかっていうのは、あんまり覚える必要がないかなと。まあ受験勉強してるわけじゃね、ないので、もう本当にもう実際の生活に、実際の睡眠に役に立つところだけ、皆さんには聞いていただきたいな、というふうに思います。まあ、そういうところでね、まあ本当に大事なところ、もう今回の結論となる最も大切なところをね、もう最初に言ってしまいますが、まあこれ一番下にもね、書いたんですけど、一番大事なのは、睡眠は最初の1時間が大切というところです。もうこれが今回の動画の肝でございます。で、これからね、その理由のところをね、順番にお話をしていきますね。で、まずね、まあ念のため用語の解説をしますが、別にこれは覚える必要はないんですけれども、まあレム睡眠っていうのがですね、浅い睡眠ということで、まあ一番こう起きてる状態に、まあ覚醒状態とも言うんですけど、
起きている状態に一番近い睡眠ですね。浅い睡眠のことをレム睡眠というふうに言います。で、反対にですね、ノンレム睡眠っていうのがですね、逆に深い睡眠のことを指しまして、で、ここちょっと大事なんですけど、科学的にはこの深い睡眠の時に脳と体がしっかりと休まされると言われています。ぐーっと深く眠っている時に脳も体もリラックスしてリセットされて休むことができるよっていうふうに言われているんですね。まあこのノンレム睡眠、深い睡眠とレム睡眠、浅い睡眠、これが繰り返されるということで、この繰り返しが睡眠サイクルっていうふうに呼ばれているんですね。深くなって浅くなってっていうのが繰り返されていきます。で、これがですね、まあ、一般的には深い睡眠と浅い睡眠が4回から6回程度起きるまでに、繰り返されるというふうに言われているんですけれども、まあ、当然これはね、人それぞれで、まあ、個人差がありますので、まあ、なんならね、同じ人、例えば私ライムギもですね、まあ、日によってばらつきがあると。まあ、疲れていたら深い睡眠が長かったりとか、ね、そういう風に日によってばらつきもあったりとかね、人によってもちろん違ってきますので、まあ、自分はちょっと違うなという風に、まあ、思っても全然そこは問題はございません。はい。それではね、少し、まあ、画面の図についてもね、触れていきましょう。全然画面見なくてもいいんですけど、まあ、見ている方はね、見ていただいて。で、この図なんですけれども、まあ、寝た後のね、睡眠の深さを表しております。で、左から右にずーっと、まあ、寝てから起きるまで時間経過していくんですけれども、まあ、この図にもあります通り、最初、まあ、起きている状態、まあ、オレンジ色の覚醒状態と書かれているところから、ぐーぐーっと線がね、下の方に降りていきまして、まあ、これが深い睡眠に向かっていっている状態ですね。ぐーんとこう、ぎょーんってこう下がっていって、で、ステージ1、ステージ2、ステージ3。これね、ノンレム睡眠という深い睡眠なんですけれども、ぎょーんと降りていって、一番底の底のステージ3というところ。ここが一番深いところですね。一番深いところに降りていきまして、で、そこからステージ2、ステージ1、レム睡眠と、まあ、浅い睡眠の方にまた上がっていって、で、またそこから、ぎょーんと降りて、ステージ1、ステージ2、ステージ3って深くなっていって、で、深いところがしばらく続いてからまた上にビューンと上がっていって、浅くなって、深くなって、浅くなって、深くなって、という、これをね、繰り返していきます。で、ここで、この図で一番大事なところなんですけれども、このノンレム睡眠、つまりね、深い睡眠ですね。この深い睡眠は長さに注目してほしいんですけど、こう最初にぐーっと降りていったここ、ステージ3の最初の部分、ここが一番長いんですね。まあ、つまり長いということは、深い睡眠が長いということは、深い睡眠の時に脳と体が休まると先ほどお伝えしましたので、長いこと脳と体を休めることができるのが最初の深い睡眠ということになります。つまり、この最初の深い睡眠をしっかりと取ることができれば、まあ、かなりね、起きるときにスッキリとした睡眠を取れたと感じやすいということになりますね。はい、ここが一番大事なところですね。最初の深い睡眠が大事ですよということでございます。はい。まあ、ここから先はね、余談になるんですけれども、起きるタイミングについてもね、ちょっとだけお話をしておきますと、まあ、起きる際はね、まあ、なるべく浅い時にね、起きた方がいいよっていうふうに言われております。まあ、これはね、なんか感覚的にそうかなと思うんですけど、なんかこう、深く眠っている時に、いきなりこう揺さぶられて、こう起こされると、それだけこう、起きるまでこう、だんだん浅くなってって起きてっていう、このギューンってこう登るところね、登るところがこう、
起きなきゃっていうところまで距離が遠いイメージですよね。深いところからこう、あ、起きなきゃって、こう、イメージはこう、水の中ですよね。こう、水の中に沈んでって、深いところに沈んでて、そっから起きるっていう水面に出るまで大変じゃないですか。ちょっと伝わるかな、これ。伝わんないかもしれない。ね。なんかその、深いところで急に起こされるよりも、浅いよ、浅いよ、起こすなら今だよ、今浅いよ、睡眠浅いよっていう時に、起きてる状態に近いよっていう時に、起こしてあげた方が、すっきりと目覚められるというふうに言われております。まあそういう感じでね、寝てすぐの深い睡眠のタイミングで、もしも誰かをね、無理やり起こしてしまうと、もうその方はね、起きた後もぼやーっと、もうすっきりせずにね、過ごしてしまうことになりますので、そういうことはできるだけしないようにね、まあ、YouTuber の方とかはね、ドッキリとかでやってらっしゃいますけど、やめてあげてくれって思いますね。はい。ということで。まあね、この、まあ、睡眠サイクルにつきましてはね、そのタイミングですね、サイクルのタイミングを測ってくれるよっていうアプリなんかもね、最近結構出てきてるんですけれども、まあ、これはね、実は脳波をしっかりと測ってるよっていうもの以外は、結構参考程度のアプリだったりしますので、まあ、鵜呑みにはせず、まあ、でも参考程度に、なんとなくこんなもんなのかなっていうのを知る、程度に、まあ、使った方がいいかもしれません。はい。ではね、まとめていきますけれども、一番大切なところは、深い睡眠をどれだけとって、脳と体を休ませることができるかということが一番大切でございます。ね。で、最初の、深い睡眠が一番長いので、ここをしっかりと取りましょうと。ですが、だいたい1時間程度なので、そこが大事ですよということが、結論でございます。はい。で、実際ね、この後、睡眠前のリラックスタイムに入っていくんですけれども、まあ、その時間はね、ぜひ、スマホの画面を伏せて、脳を休ませてあげてください。ね、そうやってこう、眠りの準備をして、最初の深い睡眠を万全な状態で迎えることができるようにしていきましょう。はい。それではね、睡眠について一緒に学ぶ時間はここまででございます。お疲れ様でございました。もうすでにね、音だけで聞いてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね、今までしっかりと画面を見ていたよっていう方も、ここからは音だけで聞いてみてください。でね、こっから先、難しいことは何にも言いませんので、もうご安心ください。リラックスして、のんびりお聞きください。それでは、眠くなる音声を流していきます。はい。それでは、ここからは、ぜひ、音声だけで、お楽しみください。皆さんのやることは、好きな姿勢で、リラックスしながら、誘導音声を聞くだけです。音声の、どのタイミングで、寝てしまっても、構いません。ゆっくりとした呼吸や自分の体に意識を向けることでリラックスした状態に入っていきます。この誘導音声を聞いているだけで眠っているような起きているようなふわふわっとまどろんだ状態になることで、その後の睡眠の質が高まり、明日はすっきりと起きられることでしょう。それでは、心地よくリラックスできる場所に
横になるか、あるいは寄りかかるようにするか、皆さんの一番心地のいい姿勢で構いません。体の力を抜いていきましょう。仰向けの場合は体を左右対称にしまして、座っている場合は背中を楽にもたれてリラックスして目を閉じます。自分の体を癒すように優しく鼻から呼吸を行います。ご自分の一番心地の良い呼吸のペースで構いません。はい。息を吸うとき、入ってくる空気が自分の体に広がっていくのを感じます。今、自分の体に起きていること、そのものをあるがまま感じることが大切です。息を吐くときも、体から空気が抜けていく様子をあるがまま感じてください。普段無意識に行っている呼吸を意識的に行うことで、自律神経にも働きかけていきます。お仕事をしたり家事をしたり、普段自分が頑張っているんだよっていうことを受け入れて、自分の中に溜まっていたものを少しずつ吐き出しながら、新鮮な空気を取り入れていきます。今ここに生きているよっていうことを感じるように、ゆっくり呼吸を行っていきます。それでは、自分の右の足首に意識を向けてみましょう。一度、足首を反らせるようにして、つま先をぐーっと手前の方へ引っ張っていきます。反対にね、つま先を奥に伸ばした方が気持ちいいよという方は、そちらに伸ばしていただいても構いません。気持ちよーく筋肉が伸びていることをあるがまま感じながら、そのまますっと脱力をしていきます。心地よい疲労感が足の甲やふくらはぎのあたりに現れるのを感じます。そのままゆっくりとした呼吸を続けます。ご自分の心地よいペースで吸ったり吐いたりしていきます。はい。それでは、自分の左の足首に意識を向けてみましょう。一度、足首を反らせるようにして、つま先をぐーっと
手前の方へ引っ張っていきます。反対につま先を奥に伸ばしていただいても構いません。気持ちよく筋肉が伸びていることをあるがまま感じながら、そのままスーッと脱力をしていきます。心地よい疲労感が足の甲やふくらはぎのあたりに現れるのを感じます。そのままゆっくりとした呼吸を続けます。ご自分の心地よいペースで吸ったり吐いたりしていきます。体全体にも心地よい重力を受けているのを感じます。体がぐーっと沈み込んでいくようです。このまま寝てしまっても構いません。リラックスした楽な気持ちで全身の様子を感じていきます。自分の体を頭の中で観察しながら、今している呼吸に意識を向けていきます。胸に入ってきた新鮮な空気が体全体へと広がっていきます。体全体が新鮮な空気に満たされて現れていきます。それでは自分の右手に意識を向けてみましょう。ゆるーく拳を握って少しずつ力を入れていきます。少しずつゆっくり行うことが大切です。十分に力が入ってきたら、そのまますっと脱力をしていきます。手のひらに心地よい疲労感を感じます。今、呼吸をしていて動いているのはどの部分でしょうか？お腹や胸、どの場所がどんな風に動いているかをゆっくり感じていきます。あるがまま受け止めて呼吸を感じていきます。
それでは、自分の左手に意識を向けてみましょう。ゆるーく拳を握って、少しずつ力を入れていきます。少しずつ、ゆっくりです。十分に力が入ってきたら、そのまますっと脱力をしていきます。手のひらに心地よい疲労感を感じます。自分の意識を呼吸と一緒にお腹や胸が動いているということをリラックスしながら感じていきます。自分のゆったりとした呼吸のリズムに意識を向けてみます。呼吸に意識を向けることで、自分の状態をあるがまま受け止めて、落ち着いた気持ちになっていきます。それでは、ここからは、このまま音楽を流していきます。そのままの落ち着いた気持ちで、リラックスしてお聴きください。おやすみなさい。